前回のハセプロブースは彼らのせいでドタバタだったので、気を取り直してこちらに見慣れた方がいらっしゃるんですけども、そうですね、改めてちょっとご紹介の方をお願いしたいんですけど、まさに日本を代表するトップラリストの、ヌタハラ選手ですね。ヌタハラ選手、はい、こんにちは。こんにちは、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、お話によると、2011年のAPRC の、はい、チャイナでなんと長谷川社長のコドラを務められたという話を聞いたんですけれども、急遽頼まれまして、はい、飛行機乗って駆けつけました、はい、中国まで。実際にこのドライバー側から見るものとコドラから見るものと全然違うんですかね。違いますね。でもね、はい、コドライバーはね、僕ね、翔さんのコドライバーとかやってて、はい、徐々にこうコドライバーもできるようなドライバーにもなりつつあるんで、コドライバーというよりはドライビングを教えてもらったっていう方がすごいかなり有意義な、はい、経験になりました。なるほど。2012年度、今現段階で発表できることをちょっと教えていただきたいんですけど、はい、今の現段階で言えるのは、まず全日本選手権の、アドバンラリーチームで、はい、今年チャンピオン取るべく頑張りたいなというのは、まずこれ一つです、はい、それからあとアジアパシフィックラリーにちょっと今行こうというのも計画立ててるのと、それからアジアンラリー、クロスカントリーラリーなんですけど、タイ、カンボジアの、はい、これにまた来年もチームショーから行きます、はい、なるほど、はい、ありがとうございます。で、社長、申し訳ないんですけど、はい、一つちょっとお願いがあるんですけども、はいはい、昨日初日、はい、ちょっと彼女にね、はい、まだフリーサイト聞いてないんで、ちょっと教えていただくのダメですか。ちょっと全く話が変わってしまうんですけど、フリーサイズは最終日にね。ダメですか。最終日にしましょう。東京オートサロン最終ロケということで、最後は、長谷プロさんでちょっと締めさせていただきたいと思うんですけれども、朝倉ちゃんまた来たの大丈夫、申し訳ないんですけれども、はい、彼女のスリーサイズがどうしても俺を聞きたいです。どうしてもなんです。どうしてもね。84 58 87です。ね、お父さん通った会があるというので、はい、ちなみにじゃあメアドもね、教えていただければと思うんですね。メアドって君またそれかい。いや君は今年もそのノリで行くんかい。いや、どうしてもやっぱりこのつながりでこう、ね、いやそう、メアドはプライバシーの侵害になる。ダメですか。それはダメ。じゃあ社長、早速なんですけども、はい、視聴者プレゼントのクイズの方をちょっとお願いしたいんですが、視聴者プレゼントのね、はい、じゃあ朝倉ちゃんの好敵手でもある、はい、噂のおさむちゃん、はい、おさむちゃんのラリー歴は一体何年でしょうか。ということで、ハセプロからは話題の新商品マジカルハンドルジャケットネオ、新しくリリースされたマジカルアートレザーパンチングレザータイプ、リアルカーボンを使用したリアルカーボンキャップをそれぞれ1名様にプレゼントします。応募方法はご覧の通り、どんどん応募してくださいね。3名様ですね。